や、喋って。映っていいよ。喋って。誰か喋ってください。喋って。喋って、喋って。あー、えい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 。いや、一生懸命コンビが、もうみんないっぱいすごい。スト2分かってる。スト2分かってる。すげえ。すごいじゃん。分かってるっすよ。いや、タイトルコールして、タイトルコール。何この集団、そりゃそうだ。タイトルコールして。いきなりね、こんなん見られたらね、皆さんびっくりすると思うんですけど、俺らホストですよ。はい、これって作ってるんですか。よろしいですか、ちゃんとタイトルコールいきましょうか。アナーキーチャンネル始まります。グランドクリス、喋ってくんないと、喋ってくんないと、みんなやばいよ、やばいよ、放送事故が起きるよ。いいの？ほら、ちょっと寝てるキャラだ。自己紹介じゃ、これこれこう起きてんだよ、起きてるよ。いいの？いやー、自己紹介、今日イベントあったんでね。あー、お前ら喋んねえな、マジで。ラファエル、どうなってんだよ、どうなってんだ、マジで。めっちゃ声かけられたぞ、歌舞伎町。ラファエル、あ、偽物って。やじられて、ごめん、誰やん。あ、言われますね。コスプレそりゃそうやな。俺全然コメント見えないな、大丈夫？うん、おだす。いや、今日はね、コスプレイベントあったんですよ。で、君は誰なんだい。いや、やかましいわ。やかましい、おこがましいよ。あ、おこがましいぞ、お前、ほんとに。いや、あのね、バズーカ持ってくればいいのか、ほんとに。ディオラの陽子さんをね。あ、リンさん今日来てないっす。リーさん今日ちょっと、リーはちょっとね、今日は今日来てないですね。いやー、兄さん、兄さんすごい顔が、これ兄さんもパンチが強いもん。これあれでしょ、チックショーのやつでしょ。いやいや、ちゃんちゃかじゃねえよ。あ、ちゃんちゃかじゃない、ちゃんちゃかの方じゃない。あ、ちゃんちゃかの方じゃない。わかんねえよ、やっぱ。ストツのね、エドモンの本です。いやこれ見たらすごい。起きたら、なんかリンさんと間違えられてる。残念ながらリンさんいないんですよ。ラッキー、ラッキー。ちょっと見せて。まあ誰かわかんないですからね。うん、リンさん忙しいですからね。いや、もう書いてある通りラファエル。うん、ラファエル。ミカトさんの力でね、ラファエルさんをね。うん、あの、このコスプレして一番喜んでたのミカトさん。でしょうね。うん、めっちゃ興奮してたよ。右の方？右、だからこう見えてるから。エドモンドさんじゃない？あ、アテクシ、アテクシ、アテクシは各界の最初兵器エドモンドですね。いや、グイグイ。絶対知らんよ。いや、グイグイ。これもグイグイだか分かんない。グイグイ。いや、でもスト2って分かってる子いたじゃん。お、一人だけ。ナイス。そうだよね。いや、今日どうでした？今日。ショーマタン。今日でも結構クオリティ高かったね。高かったね。てかなんか。ツイッターでなんか、荒野がなんか TM レボリューションのコスプレをするって書いてて、荒野誰だよそいつは。絡みづらい。そろそろキャラ定めてもらっていい。ちゃんと TM レボリューションしなかった理由をちゃんと言わないと。いや、私ね、本当にすいません、 TM やるって言ったんですけど、前回、前の放送で、はいはい、今回ちょっとね、カッコつけちゃいましたね。カッコつけた理由を述べてください。カッコつけた理由を。やっぱ私ね、朝霧十字さんね。うん、何でもいいです。グイグイ。いや、本当にね、グイグイしてます。すいません、もう自分ビルパルでデブっちゃって本当に切れませんでした、すいません。いただきます。はい、グイ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 、よしこい、グイ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 、よしこい、グイ。あの、期待してた皆さん、いやすいません、右半期見えてた。すいません、ビール右半期見えてた。ビールパラの方ですか。はい、大ビールパラなんです。残念、それはやっぱね、体はね、言うことを聞きませんね。アナーキー、どんな感じのお店なの？私これ初めて見た人はね、どういうことってなる。まあ、普段は、まあ、顔面偏差値が高くて、いや、バリピも多くてみたいなね、そんな感じだよね。ショーマさんを筆頭にね、うん、俺クール系だから、俺って言った。
いやー本当楽しいお店だと思いますよ。はい、うん、私もいるんで、ね、結構笑い声がね、はい、この方もいるんでね、この方も、うん、もうこの顔面見てください。クールっぽく言われてるから、やっちまったなじゃないよ、うん、やっちまったなの前に何が入るかね。細かい。いや楽しいですよ。アナギーチャンネルとお酒を飲まないやつがいるんですよ。なーにー、やっちまったな。男は黙って言えよ。お前も合わせてくれよ。振ったんだったらお前雑すぎるわ。しっかりしろよ、ね、俺銀魂の沖田だよ、わかる。いやこんなかっこいいのありっすか。え、ありっすかこれ。いやいやいや、まあいいっすけどね。ずるいよね。いいずるいな、イケメンは何してもな。刀持ってきてるからちゃんと、うん、しっかり。これあれつまらぬもの切るやつね。そう、うん、エドモンってリアルに太ってリアルに太ってるよ。あの YouTube であのラファエルって調べてくるから多分出ると思うんですけど、すぐ出る、まんま、ね、YouTube は、うん、はい。いやでも楽しかったですよね、この楽しかった。いろんな姿が見れる、なんかすごい盛り上がってたし、なんか良かったかなと思う。この4人見て分かると俺ほんとね、うん、あの個性が強いんで、うん、癖がすごい、うん、うちら以外でも皆さんね、ほんとに、うん、確かにね。いや今日はなんかそのコスプレの、なんだっけ、投票、誰が一番良かったかみたいな投票でそのランキングにして上位4名が今ニコ生に出てます。なんでまあ割といい方だったんですよね。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。これ全然見えない、これ上位、うん、上位なんですよ。これがクオリティが高かったっていうのは多分あるですよね、この3人は。まあ僕は除いてですけど、僕はノリです、僕はノリで生きてます。いやこれ上位って言われたらもう何も言えない、うん、何も言えない。まあ、もっと頑張る、もっと頑張ろうって言ったら次は何だ。結構完コピやと思った。ハロウィンか。翔ちゃんは出なきゃダメ、どういうこと。イケメン、いや他の人も見たかったっすよね、うん、そうなんですよ。それはね、じゃあみんな ね個性があって、あの女装イベントしたらね、もう、うん、肌黒いからただのなんか黒いギャルみたいな、あにしかならない。確かにね。ランランは、ランさんはなんだっけ、コードギアスです。あ、言っていいんですか。ルルーシュさんです。ルルーシュやってたね。いやイケメンでしたね。ルルーシュなんて、女なら惚れますね。いやかっこよかったね。かっこよかったです。誰が一番お金かけてた、誰が一番お金かけてたんだろうね。どうなんでしょうね、うん、ちなみにみんな相場もわかんないし、兄さん相場もわかんない、汗垂れてるけどあの人。あ、これ通気性がゼロや。ねモアイさんはね、なんかカッコつけてた、うん、まあ、うん、なんかモアイ の、 ど、あの着ぐるみ着てたよね、うん、うん、今日まんま、うん、あんま違和感なさすぎてあれだったね。なんかビリはね、わかんない、ビリは教えてくれない。あ、そういうのね、やっぱうちの店やっぱビリを発表しない店なんで、やっぱわかんないですね。それはやっぱお店に来てからね、うん、次回ハロウィンもあると思うんでね。三方さんはね、三方さんやってないです。まああのまんまでも歌さんみたいな感じですね、東京オブール、うん、でも俺がこれで三河さんの前に現れた瞬間に、うわ俺もそれにしたらよかった。三河さんのコスプレしてみたら。あ、三河さんのコスプレね、髪切ること見たかったね、髪切って伸ばす、熱い、あの現役時代とか、うん、三河さんのコスプレしたら、あのほんまやめてって言われてるの多分。うん、いや本当は三河さんにもやってほしいんですけど、やっぱなかなか言えないんですよね、そこは。ですかね、皆さんでやるの楽しいですよね。実はね、あのゴリラのマスクを購入しようとしてたらしいけどね、間に合わなかったらしい。俺今日してなかった、そもそもしてましたよね、あの人。あ、すごい。あ、そうなんですか。なんかしてんのかなと思って。うん。あ、まずもあぶり天候で。あとが怖い。見てないことを祈りましょう。祈りましょう。うん、筋盛りしない。うん。みんなで、あ、ゴリラね。ね、なんかその何かに絞ってそのコスプレするみたいなイベントもまああってもいいかなと思う。エドモンだ。いやそれはねないよ。ずら取らしてダメだよ。いやみんな呼びたいんですけどね。うん、
三方さんが一人で出ててさ、またそういう回ですね、あのみんな来てみたいに言って来てた時あれはね、素晴らしかった、楽しかった。僕休んでたんで分かんないです。まあまあ、その権力はないよね。ないですね、ここから呼ぶのは。そもそも見てるのかって話。いやいや、見てない。でもラファエル兄さん力なの。いやいや、ワンチャンあるじゃないですか。違う人来ちゃうね、違う人来ちゃう、違う人来ちゃう。あれ神回だったね。あれは素晴らしかったです。走ってたもんね。ちょっと未だにやるよ、昭和の隣、誰マジ。いや、ほんと誰だよ。誰だですかね、ほんとに。まあ誰かわかんないぐらいがね、いいかなと思う。まあまあまあ、ちょうどね、でもね、声でわかんないあたりやっぱりまだまだですね。アナーキー、アナーキー、アナーキーマニア、ね、アナーキーマニアではないですね、やっぱり毎週見てくれてる方は。ちんちんやもん、こうやって。ちんちんやな、ほんと。ちんちんやもん。いやじゃ今日俺カッコつけて。なん、いつもカッコつけてるじゃん。お前激イタおじいちゃんやないかよ。じゃあちょっと次、激イタおじいちゃん、ね、次女装頑張ろうかな。俺もやります。あ、女装ね、やりたいです。うん、やっぱね、可愛くね、行きたいんですよね。彼が一番可愛いから。いや、絶対俺なんかそれやりたいんですよ。いやいやいや、あの女装コスプレ、これじゃ分かんない。あの、一回聞いていいですか、女装コスプレ見たいから。え、安藤ナッツ的にはどう思ってる。安藤ナッツじゃねえよ。あ、違う。ナッツじゃねえよ。あの、捨てるおばさん的にはどう思ってるんですか。クッキー作ってねえよ。逆ね。あ、シューか。違う違う、クッキー作ってる人でねの振りで捨てるおばさん。じゃあ捨てるおばさんちげえし。アイキさん大好き、マジで。アイキさんマジでやっぱ最高だわ。放送事故よ。あの、勘定奉行の人でしょ、だって。勘定奉行に関しては俺何か分かんない。わかんない。やばい、やばい、めっちゃつぼれ。ちょっと分かんない。全然分かんないらしい。全然勘定奉行。そう、お任せあれ。そう、分かってる人いるわ、すごいな。なんだっけそれ。なんかあの、まあ、CM やね、聞いたことあるけど、あの OBC の CM。 いや、マジで、いや、マジで面白い。いやその刀で切られたい、切ります。もうもうすぐ切る。これすぐ切れるでしょ。スーザンボイルじゃねえよ。そんな歌うまくねえ。いや、今日ラーメン食い行っていいですか。ラーメン食いに。あ、分かんない。対象権じゃねえ。ああ、違う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 、対象権じゃない。いや、だめ、ジローじゃない。で、違うんですよね。いや、無茶ぶり危険なんでね。無茶ぶり危険って、うん、っ言ったじゃん。やばい、無茶ぶり。やばい。でもあの秋さん本当にね、うん、初めてというか2回目くらい。あれ、これ言わない方がよかったんですよ。言いましょう。本田さんならもう角の。やっぱエドモン、うちのエドモンドとやっぱあんま絡んだことない女の子とかもいると思うんですけど、はい、まあ、あの実はすごい面白くて、面白いんで、あのよ、あのキャッシャーの中にいつもねいるんですけど、よかったら絡んであげてください。キャッシャーにいる太ってる人です。太ってねえ。太ってねえよ。これがお前表情やろ。うん、ポンポポポポポポンポンポン、はい、グイ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 。俺がお前右半球見てる。グイグイ。いや、しょうま人気やね。ラーメンどこの好きって。しょうま手振らなかったことに怒られてるから。あー、いいよな、なんかこうやってしとったんやろ。はい、教えて。はい、それどうやんの。こう。ああ、さすがっすね。さすが、さすがイケメン兄さん。よくあの韓国のアイドルがこういう手の振り方してたんだよ。あ、してるでね、してるしてる、うん、いやー、なになに、どこでよくキャッシャーでいつも絡んでくれるの好きだった。過去形よ、しっかり。もう来てないね、これ。これもう来てないやつだよね。また、うん、ぜひ、どうすっごい、またぜひね、うん、いやでも、そんなの、でも、ね、うん、次はハロウィンがあるから、そん時にね、ハロウィンもね、相当レベルで、うん、今回よりね、これで上げていきたいからね。クオリティがね、結構最初にみんな疲れてるって来てるから、みんながテンション低いバレた、うん、沖田のキャラ。あ、沖田のキャラ静かだから、うん、それいいの、それで。ダメっすね。ダメやな。ミカドオーナーに怒られますね。いや、じゃあ俺久々にちょっとヒヤヒヤしてるもんね。あ、大丈夫かなって言って。大丈夫っすよ。うん、エドモンド静かやなって。担当やめたのに、うん、30分喋り倒すってね、あの放送1分前に言ってたんですけど。いや、俺そんなイケメンって言ったの。すごい、全然喋って、全然喋るの。え、もしかしてこうやと同じクール系ですか。その見た目で。私その見た目で。いや、お前もや、お前もや。なんやこれ、カッコつけて、しょうもないな、お前。そうやあ、工藤新一誰かやってって言って。え、でも俺女装だから無理だよ。好きなんですね、やっぱり。ちょっとやってよ、女装やるんだよ。
女装やんの、はい、工藤新一は違うっす。それで勝手に一言聞いていいですか、うん、俺の TM 見たかった人とかいますかね。はい、見たかった、うん、本当に絶対そうだよ。キャストみんなに言われてたよ、言われてました、俺本当にボロクソで、どういう座席してって言って、あの CM 上ちょっと言ってよ、本当にね、CM 振りして一回 CM 行かんじゃん、ごめんなさい、本当にね、TM やらなくてね、こんなね、こんなクソみたいな、はい、CM で、はい、この無言の空気やばいです。さあ、CM 開けましたけども、はい、ね、開けましたね。何します、そんな格好つけてるのかよくわからんけどね。ただいま MC がね、欠けてるからね。うん、ね、一人この方がいらっしゃ、新しい人来るよ。そうそう、ちょっと忙しいから帰っちゃった、みんな待ってたね。うん、スペシャルゲストがやっぱ来ますから、今から、うん、もうちょっとこの方はね、待っていただいて、ね、スペシャルゲストだったんでね、お待ちかねの誰が来るか、期待はもう十分に高まってる。いいね、そのコメントは素敵ですね。もう愛もね、もう愛かもしれないよ、オーナーかもしれない、ボブ、あーい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 、大丈夫だった、俺いなくても、やばかったよ、俺がいなくても大丈夫だった、もうね、もう本当にどうしたらいいか、俺もう寝るだけでいいな、あのしょうもないトークしかしてない、してないですね、もしかして、もう寝るだけでいいな、やかましいわ、相当放送事故やったよ、ああ、やばくない、大丈夫マジで、そんなんでこのズラの中に汗すごい、ね、アナーキー大丈夫、いや、ほんとかわいい、大丈夫かわいい、いや、いやいやいや、俺なんか見ながら歩いてたんだけど、店から、そうそうそう、最初いたのラファエルさんですよ、なんかしょうもないな、なんか、ね、なあエドモンド、なあしょうもないことばっかり、しょうもない、はい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 、いやもう、なになに、いやそう、そうなんですよ、僕なんかお店の方が楽しいですよ、僕今日これですよ、そう、あの実はね、僕が1位だったんだけどね、投票ね、うぜぇはいはい、1人に2役やるってすごいね、あ、2位の方、2位です、 あ、マジで、あ、そうなんや、なんか一応順位あるんすね、あ、順位あったらしいよ、うん、3位、そう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 、ちょっと3位気になるな、うん、どっちだったのかっていう、あ、なんか同率じゃなかった、同率、うん、確かっていうか2位が同率でしたよ、評価やったのさっき言ってました、俺こうやって一緒ってこと、はい、コスプレのクオリティもそうなんですけど、けど、なんすかね、エドモンドそこまで頑張ったね、エドモンド強すぎるわ、エドモンドお前、いやいやいや、あ、でも俺も多分普段しないような奇抜な、女の子分かんね、まあそうね、そうだね、うん、うん、なになに、ガシャガシャ、あ、ちょ、朝霧、あ、うるさくなってきた、バレてるやん、誰やろ、誰ですか、結局顔かって書かれてる、うん、そうやな、顔人気ないわ、俺ないわ、ちょ、ミーティングしててさ間に合わなかったんだけど、そうそうそう、前半大丈夫だったっすか、いろいろあるからね、いろいろあるんですよ、いろいろあるんですよね、エドモンドもう少し痩せよ言われちゃう、エドモンド、エドモンドは太らなきゃダメなんですよ、そう、そう、仕事で太ってるから、仕事でね、そう、もうすぐ筋肉10キロ20キロすぐ落ちたからね、ああ、そうだよ、たまにガリガリだもん、たまになんかね、キャッシャーを守るためには体格が必要なんですよね、脂肪がね、うん、やっぱ細いやつキャッシャー守ってるといけるなって思われるから、あ、確かにね、この店いけるっつって、そうそうそう、うん、でも小さいからな、うん、そこに関してはここ多分高くねえよ、うん、4人とも、うん、でしょね、リンさん、あの、やめてもらっていいですか、僕やめて、グリーンに入れんの、おい、仲間だろ、本当にやめてほしい、いやー、慎重的な、マジで面白いこと言えないです、うん、どうしましょう、お前が面白いの言えないのは、あの承知の上で来てるから、あ、デフォルトいただきます、うん、いやいや、もう
グイ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 、もうこれもめんどくさいっていうね。そう、しないするじゃあ今日はね、正直だからそのコナン、コナン、うん、コナン、次俺、あ、全然いける、全然いける、見たい。いや、お前ちゃんとやれよ、あの全身黒い犯人のこういうやつやれよ、お前。あ、荒野飲んどけですか。荒野飲んどけ、全身黒だ、お前やれよ、ちゃんと。コナン、コナン、コナンって、コナン絶対犯人がね、真っ黒なんですよね。あ、そう、あれやってね、あれやってね、少年 A、 すげえ楽だ、やったー、少年 A のコスプレ。じゃあコナンの犯人のコスプレしてほしいな。いや、アガサ博士はどこアガサ、どこだ、アガサ博士、アガサ博士じゃねえ、ではない、アガサ博士じゃねえ、ごめん、ゲンタ君、ゲンタ君、ゲンタ君、うな重大好きじゃねえよ、うな重大好きじゃねえんだ、ゲンタ君だわ、ゲルは、いましたね、ここハゲてねえよ、リアルゲンタ君いました、リアルゲンタ君じゃここハゲてねえって言ったよ。こうや、こうや、何にもできないじゃん、コナン、すいません、ほんとにね、何にもできない、俺の役だ、お、ゲンジとかどうですか、ゲンジ、ゲンジって誰、あの、あれ関西の方の、平治、平治だ、間違えた、あ、もうダメだ、あの、にわかれくんのやめて、マジで、マジでにわかれくんのやめて、こうやは飲め、うん、あ、もうほんと、あ、コナンですいませんね、わかんない人はちょっと面白くなかったね、そう、いやもうヨレヨレだよ、もうヨレヨレだよ、大丈夫ですよ、かっこいいんだよ、いやいやいや、君に、君がいるから、いや俺は黒ギャルやるから、うん、黒ギャルやるの、黒ギャル、あー、あ、いいじゃん、おお、いいじゃん、いいじゃん、服は何を着る感じなんですか、制服、いや、なんだろう、いや、みたいな、俺ビキニやる、ビキニ、うん、いや、おっぱいないから無理だ、ビキニやろう、黒ギャルいいじゃん、クオリティ高いのがいいね、あー、でも黒ギャルっぽいな、うん、じゃあしかできないしますか、リンさんも、あとあの光る光る靴履いてくる、エドモンドさんも、エドモンドさんもじゃあ女装を、俺もすごいよ、フリパブ、あれプロレス、プロレスラーみたいな、完全にね、女装したら完全なるフリパブよ、いやじゃあこの日は女装ってことでいきますか、うん、この機会なんでね、そうしよう、あ、いいっすよ、もう、うん、もう荒野がね、今日冴えてないんだよね、すいませんね、今日、今日冴えてないキレがない、ちょっとカッコつけてきちゃった、ごめんなさい、おー、危ない、俺、今日月の前ってダメなんですよね、結局ね、確かにね、自分今日冴えてないんだよな、寒物なんてね、逃げてちゃうね、多分ね、うん、逃げてちゃう、カロリーのアロエを飲んだよ、とりあえずこれをもうね、一人でやってて、すごいだろ、ショーマ今日元気ないじゃん、いや、元気しかないですよ、ほんと、あのパリピ感出してよ、いつものやつ、今日クール系なの、今日クール系なのか、今日あの、おのおのにキャラがありすぎて、マッチングしてみたら全然盛り上がらないっていう、ね、まさかの、これやばい、事態が発生したんで、これはやばい、やばい、相当なカオス、うん、カオス界です、そう、もう先週どんなテンションだって結構高かったっけ、だからどうせあれやろ、レンとかハオとか、刃とかと出たやろ、あ、歌はすっ、ほらお前仲いいやつと出たお前、仲いいさと仲いい、まずいっすよね、ちょっと何言ってるか分かんない、おい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 そうや、もうやっぱブラザーと出たらやっぱテンション高いな、まあしょうがないな、まあそれね、俺もなんかいつもね、いつもこうやと出たら元気なんやけど、そうですね、今日全然おもんないからな、じゃあな、やっぱね、俺歌わない、俺とリンさん歌ですよね、いやいや大丈夫、ほんと、リンは別に歌に逃げなくてもいいけど、ほんとそうだよ、すいません、俺リンさん何でもできる、何もできないポンコツ野郎で、あの困ったら俺に振んのやめてよ、ほんとリンさん、よし、みんなテンション上げましょう、イエーイ、アナギチャンネル、やっとね、今、始まった、帰るぞ、お前、帰る、帰るぞ、始まるぞ、おい、やるしかねえよ、これやるしかねえ、やるしかねえ、やべえ、しょうまさん、変な汗がやべえんだよ、帰ったらしょうまさん怒られるんだ、これいやいや、帰る前よ、お前、終わったら分かんない、おい、帰り道、お前、気をつけろよ、お前、帰り道気をつけろ、違う違う違う、テンション低いから、いやいやいや、お前が一番喋ってた、おい、おい、おい、もうやだ、怖い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 、うるせえ、じゃあもうだってもうこの空気は俺もね、いやでもね、もうどうしていいか分からんくなっちゃったよ、これ分からんよ、分からんすよ、この空気って言って分からんすよ、分からんすよ、分からんすよ、いやこうやって出るといつもうまいこといくんだけどね、いつもはそう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 、俺のせいかな、いや翔ちゃんは何でも関係ない、俺のせいかな、いや翔はもうだっているだけでいいから、うん、マスコットキャラクターだからね、うちのね、えもうほんとに、いやありがたいっすよ、ありがたい、ほんとにいい時間だから眠くなるよねって、ほらみんな眠いと思われる、目覚める、目覚めるよ、イケメンには優しいな、イケメンには優しい、世間ってそういうもんですからな、
いやー、何なんて書いてあるの、いじりづらいコスプレなんだよな。あー、いじりやすいコスプレのやつにしましょうって。次、あの、三河さんによ、うん、次、三河さん、あの、出るときはあの、いじりやすいやつ出しましょう。じゃあ、本当にね、まあ、うん、自分がね、もし本当いじりやすいコスプレの予定だった、そう、TM レボリューションで来てくれたら、あ、もう完璧だったな、俺も。あれは完璧に、もう、いじって、いじって、うん、いじり倒しの、まあ、そうね、60分でしたね、うん、あ、30分でした。もうだってもう出勤したらマジでテンション下がったもん。いや、俺は結構ワクワクしてて出勤するから。それごめんなさい、ね、それだけが楽しみで、うん、それだけが楽しみだよ。ワクワクしてない、うん、でもあとパフィーも欲しいって言ってますね。パフィーって女の子ですね。パフィー2人組、ミカドさんも連れてきてって。いや、本当にそうだよね、ミカドさん。そろそろ、ね、あれからもうだって TM レボリューションいいね。全員 TM レボリューション、ただのボンレスサムナーよ、知らんよ。確かにね。確かにね、アキさんもね、アキさんやっぱ来てほしかった。確かにアキちゃんやったらすごいわ。すごい、ね、うん、で、黒塗りすんでしょ。うん、完全にそれやないか。完全なるそれやないか。黒豚ちゃん、黒豚ちゃん黒豚ちゃんよ、うん、そうそうそう、拾えないの。そう、今日ね、コメント拾えないの。そう、なんか iPad 全然コメント見れなくなっちゃって、なんかわかんない。そう、リンさんがね、見えないという。そうそうそう、いや、なんかこれですか、どれやればいいですか、こっちね、一個も。そう、映んない、なんかこれ何、どうしたんですか、ね、いつも映ってんだけど。あ、これですか、違うの。違う、全員松崎しげる。全員松崎しげるね。俺そのままいけるわ。そのままいけねえよ、さすがに。さすがにそのままはいけねえ。俺そのままいけるわ。俺多分、梅宮辰夫よりやな。あ、確かにね、こうしてね、辰夫より松崎ミックス。いや、なんかこう、でも本当になんかその一つのテーマに沿ったそのコスプレをするのは、まあ、そうですね、いいかなと思うけど、それがいいんですよね、本当は。うん、やってみたいよね。例えばその全然見えないコメントダメだ。全員でウォーリー。あー、あり、探せねえじゃん。ずっといるやん。逆に違うやつ、もうみんな、みんな、うん、アニメコスプレとかですよね。笑顔が少年って言われたわ。なんか今日これキャップかぶってるからだ。どっちが年上に見えるんですかね。いや、確実に俺だろ、それは。雰囲気がね、うん、これ兄さんね、営業中奪われたんでね。うわ、かっこいい。今日、でも帰んなよ、お前。いやいや、もうどっちにしても見えないから。いやかっこいい。かけにでもかけないから、見えないからね。しゃれーな、こいつは。声がいいって、声な。声がイケボやってよ。いいね、声ね。結構でも声張ってるからね。地声もっと低いっすよ。いいよな、イケボで、うん、イケボは、なんかイケの後にボやん、はい、ボぐらいくれ。面は、面はこっちだ。面はもう面は持ってかれてるね。これ面持ってかれてる、ボぐらいくれ。いや、もう全然しゃべらんっすね、まあ、ね、明日休みで、その後が締め日だ。くそ、明日、明後日、明後日締め日なんで、あの、よかったら、ね、遊びに来てください。はい、何に申し訳ないです、すいません。今日はあの本当にあのうちのコースメラギがね、はい、かっこつけすぎましたね。かっこつけすぎてごめんなさい、案件ということで、今日の、戻ってからのミーティングの題材したいと思います。長いよ、もうめっちゃ怒られるな、これ。三河さんに、三河さんに怒られるな、これな。いや、でも本当に今日ラファエル君来てたんでしょ。なんか、うん、そうですね、ラファエルさん、見なかった、それ違わなかった、リーさん、出会いに来てくれたならよかったよ、本当に。あの、コスプレイベントね、次やるんで、またいつかやるんでね、その時は、うん、はい、いじりやすいやつ連れてきます。それまで修行しといてね、うん、そういうことなんでね、次は今週も、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、アナーキーよろしくお願いします、これからも。バイバイ。エドモンドやって、バイバイって。